新聞週刊毎日新聞が白々しく反省毎日新聞フェイクニュースは民主主義を蝕む病原体だメディアの信頼度を低下させ残念だと自虐記事を発した記事によると新聞週間が今日から始まる昨年以来メディアをにぎわせてきたのは残念ながらフェイク偽ニュースという病理現象だ フェイクニュースはフェイスブックやツイッターなど交流型のソーシャルメディアを通じて主に拡散するフェイクニュースは民主主義社会を蝕む病原からだだ決して野放しにしてはならない総務省情報通信政策研究所の最新調査によるとメディアの中で最も信頼度が高かったのは依然新聞70.1%だ インターネット33.8%とは開きがある読者から信頼されるために私たちはプロフェッショナルであることを自覚し丹念に真偽を判別し正しい情報を伝え続けたい事実の重みは今一想像しているからだと最後は胸を張った読者は冷めていてフェイクニュースを垂れ流す毎日新聞にとっては それを批判するネット言論も、メディア批判をする政治家も敵なのさ。俺たちの方が正しいんだと、泣きわめいているだけの社説。見苦しい。今一度、真摯に過去を反省し、変更報道の一派に組みすることから、きっぱり足を洗いたまえ。以下のツイッター投稿の理解を補足すると。 2008年頃インターネットで流れた毎日新聞英文サイト編回記事海外に英語版のサイトが存在していたその名は毎日デイリーニュース中でも問題となったのがワイワイという名のコラムコーナー全体的には日本初の奇妙なニュース日本の低俗ニュース大衆向きニュース不思議な日本のニュースといった感じであり まともに読んでいた人間などいなかったようだ。なぜなら、掲載されている内容について、あまりにも性的なもの、いわゆる下ネタが目立ったためだった。一度喪失した信頼は、なかなか戻らない。Twitter では、世界中に日本人は変態だと流し続けたことに対する謝罪はないのあんなエロ週刊誌みたいなフェイクニュースを、世界に向けて発信し続けていて、 何を他人事みたいに言ってるんだ。自覚があってなんでやるんだお前んとこは鏡ないのか変態捏造記事は絶対忘れんからな。こいつらの中では変態記事ってなかったことになってんの嘘つきが私は嘘をついてないという感じ。